phone that shit, like, don't see the weird ass. What's the phone? あ、家にピアノも欲しい。中にあったベランダと、トクトクと、お風呂と、ピアノ。グランドピアノ。めっちゃ典型的な金持ちの家の、なんか、ポイントじゃない。それだけでいい。中庭と、うん、ガーデニング、ハーブとか育てられる。じゃあロフトとかいいじゃん。ロフトもいらないか。やっぱりさ、アメリカって多分さ、うん、日本と違ってさ、家の中のさ、ああ、なんていうの、日が当たる、ああ、日本は全部南側に大きな窓がある作りになってるわけ。ああ、いる家の中に光が入る。そうそうそう、臭いのもないの、暗いじゃん、でも家の中。ああ、光もないし、ああ、空気も入ってこないし、ああ、だからね、外に出たくなるんだよね。ああ、そうかな。うん、違うかな。今の家すごいさ、いっぱい太陽入るし、うん、あのさ、こういうフェンスあるじゃん、うん、絶対ヨーロッパの先進国はこうなってんだ、うん、こうやって、うん、こうやってなんかこう割れちゃうじゃん、うん、こういうことになってないのか絶対。俺それなんかずっと見てたけど、うん、ドイツとかはどうなっているか、うん、ほらな、
ああいう風になってないんだよね。全部なんかテンポラリーに見えるじゃん、まあ、1時期1ヶ月くらいだけちょっとこうやって湧く、あれも、でも実際テンポラリーないんだよね。だからまっすぐになってなんかテンポこう曲がったりこうなったりとかそうなるけど、こういう感じじゃない。歌うとあれですね、セントラルパークもこうなってるし、あ、本当か、見てない。そうだね。グレートパフォリア。I never... ベルリンか。 T シャツね、ベルリンって書いてあった。
全然韓国の店があるそうな感じではないけど、いきなりあるんだよ。行ったことある？ない。いや、なんか綺麗だね。
そうそう。休みだよ。なんで車が通らないようにしてるかな。でも日本も買うのやめよ。常にこうやってるの？常にじゃなくて、週末だけ。ああ、これ週末だけこうやってるさ。週末だけだったんだ。普段は学校に行くバスとかいろいろ走んなきゃいけないじゃん。週末は
はなんかこういう危ない危ない静かに過ごせるじゃないですか。ああ。